ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は。野村古道作。はやぶさの吉座。鳥もの日記より。雪女郎の詩。昭和八年。日本小説文庫。百九十五より。青空文庫未収録。それでは。本文をどうぞ。 雪女郎の詩第一編「娘の死骸が雪の中に」山形屋の二番目娘おめ、とって十七になったばかりの美しいのが長襦袢一枚の生めかしい姿で雪の中に殺されておりました場所は入谷の田んぼ道を吉原へ抜けようという角ちょうど 山形屋の寮のささやかな裏木戸が開いていて、覗けばその中に痛ましい血の色が赤い襦袢の色と紛れて、庭の雪を半々と染めていたのです。お、なんだろう、おこいのい襦袢じゃねえか人間だよ、女の死体だ、大変まだ薄暗いうちでしたが、場所柄朝帰りの客が見つけて、後から後からと、 人たちがする騒ぎ中に奥面もないのは軌道を押し開けてあられもない娘の姿を野じ馬の監視の中にさらしてしまいました五寸ばかり積もった雪の中に萩もあらわの若い娘が長襦袢一つの仰向けに倒れて少し寝みだれた黒髪と青白い小さい顔を半分ほど雪に埋めていたのですから 痛ましいといえば痛ましいようなものの雪女郎の死とでも言った不思議に色っぽいシーンを醸し出して朝帰りのやじ馬の目上地にただれた世界を見尽くしてきた目をさえ奪う怪しい悩ましさが漂っているのでしたそのうちに辺りが次第に明るくなると人たちの中には近所の真面目な州の顔もだいぶ見えましたが。 あまりのの惨憺たたる見物に見にられたものかしばらくは釘付けになったように地震盤へ駆け出すものはおろか山形屋の寮のまだ開かない雨戸を叩いてこの恐ろしい事件を知らせてやろうとする人もありませんそのうちに裏木戸の物々しさに気がついたものか山形屋の女中が慌ただしく雨戸をくり始めましたが一目 雪の中のののかしししたたた。たいい、をををると、あだ大変おおうま。まちまちちえへりついててままどうしたのよ、けばこれは庭に殺されているお梅には腹違いの姉でとって19の役日本橋小町といわれた抜群の美しいのが 咲きたての花のような顔を朝の寒い風の中へ出しましたが庭木戸の中の赤い長襦袢の死体を見るとあ <laughs> これもそのまま冷たい縁側へへたへたと崩れてしまいましたちょうどそこへ通りかかったのが御用聞きの手札をもらったばかりの巾着切り上がりの若い吉三郎役所の用向きで吉原へ行った帰り 笠のないじってを懐に突っ張らせてからっのくせに朝帰りみたいな心持ちになって入り屋の田んぼまで来るとこの騒ぎです人混みの中を肩と肘で分けて入るとこの始末ほ<っ>、驚きながらも職業意識を働かせて近寄って雪にうずもれた女の顔を起こしてみると紛れもない山形屋の二番目娘お梅さんか。 ヤクザに身を持ち崩した吉三郎ですが、元は裏棚ながら日本橋に生まれて、山形屋のお雛お梅兄弟とはよそながら顔見知りの間だったのです。抱き起こして長襦袢の裾をかき合わせてやりましたが、ひどにあふれる野次馬の目から、急にはお梅の浅ましい姿を隠せそうもありません。どけどけ、後ろ手に。 裏木戸を旗と閉ざした吉三郎は自分の羽織っていた銅山のはんてんを脱ぐとそれをお梅の死体の上からさっとかけてやりました「やばいこいつら偽物じゃねえぞ帰る帰る」そう言いながら上げた吉三郎の目は娘の死体をよけて縁側に崩れたままのおひなの目と会いました「濡れた女旅やばい吉。 の,輪の親分そう世話を焼かせたなえ俺が来たからにはもう OK って構わねえよえ相手は箕輪の金平という御用聞きの大親分古文の目明かしを30人も使っていようという人間ですから駆け出しの吉三郎とはまるっきり格が違います何を変な顔するんだ俺が来たからには下手人は間違いなくあげてみせる。 兵せずにけんなってことよやいそういうのがてめえ気に入らねえんだな。いえ赤鬼といわれた箕輪の金平四十男の傲慢さをむき出しに傘にかかって決めつけると新米の吉三郎ごときはどんなに腹が立ってもまるで歯が立ちませんこんな腐った斑点なんぞ規せやがってなんてまぬけなことをしやがるんだ。死体のそばに近づいた兵は 右手に畳んだまま持っていた蛇の目で、吉三郎の斑点を汚いもののように取り捨て、裏木戸の外に群衆を抑えている古文のものを差し招くと、裾をはしょって娘の死体のそばにしゃがみ込んでしまいました。吉三郎は天命から歓声へかけて、鳥物の名人と言われた関心の炭治の古文で、 別に敵同士というわけではありませんがミノワの金平とは妙に反りの合わない空気の中で育ったのでしたまして入谷とミノワで金平にとってこの辺は縄張り内も同様その上山形屋からは付け届けまでもらっている義理の手前もこんな騒ぎのあった時日本橋に巣を持っている吉三郎に立ち回られては金平の親分。 立場がなくなるのだったかもわかりません吉三郎はおとなしく裏門のそばまで引き下がりました親分決してお邪魔はしません工学のためにここで見ていてもよろしゅうございましょうな見ている分には構わねえとも下手人はこうしてあげるもんだそう言いながらも金平の太った体は実に器用に動き回りました夜中から晴れた雪は 庭の上五寸ほども積も積っておりますがその上を踏み荒らした足跡というのはたった二種一つは死体になっているお梅の足に突っかけた庭下駄でもう一つはこれも女らしい「旅裸足の跡だけもしお梅がこの庭の雪の中で刺されたとしたらもう一つの小さい足跡を残した旅裸足の女が下死人でなければなりません。 もっとも裏木戸の方にも足跡がたくさんありますがこれはやじ馬に踏み荒らされてどれがどれやら分からず結局あんまりたくさんあって一つもないのと同じことになってしまいましたお雛というのは山形屋の繊細の娘でお梅は後添えの連れ子2人は兄弟いと言っても血と血には何の関係もなく。 日頃その仲のいいのまでかえって噂の種にのぼるほどだったのです山形屋のあるじお雛の父親というのは今から2年前に死んで今はお梅の実母でお雛のためには義理の母にあたるおにが大きい呉服屋の店を背負って立ち武家上がりとかいう支配人の庄兵衛を相手にとにかく立派にやっていた ているという噂でした吉三郎はもとより金平もそれぐらいのことはことごとく知っておりますちょいとうちん中を見せてもらいてえが金平はそう言って靴脱ぎから縁側に上がりました縁側に崩れたままのお雛と女中はあまりの恐ろしいなりゆきに口を聞く気力もなく まじまじとこの中、年者のおかっぴきの呵責を知らない顔を見上げるばかりでした。こらは誰のだ？金平は戸袋の影からぐしょ濡れになった。白い女旅を見つけました。はい、誰のだい,いえ、あの大きいお嬢様のでございます。女中はわずかにこう言うだけ、もはや逆らう力も隠し立てする力もありません。 そううだろ金平の醜い顔には初めて会心の色らしいものが浮かびました。